東京の JR 山手線、恵比寿駅で8月28日午前8時42分ごろ、人身事故が発生した。この影響で山手線は、現在、外回り電車で運転を見合わせている。運転再開は午前9時35分ごろの見込み。なお、振り替輸送を行っている。内回り電車は現在運転を再開しており、遅れが出ている。